こんにちは、小田よしみです。今日の姫ご飯はタルトタタンを作っていきます。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。で、まず最初に冷凍パイシートは常温に出して5分ぐらい経ったものを使っていきます。で、使う丸型の一回り大きめに切ってあげてください。で、ここにね全体的にフォークで穴を開けていくんですけど、このフォークで穴を開けることによってパイを焼いた時の焼き縮みを防いでくれます。で、このパイシートは他の材料が出来上がるまで冷蔵庫で冷やしておきます。で、りんご2個は皮をむいていくんですけど、使うりんごのおすすめとしては紅玉と呼ばれる品種を使うのがおすすめです。で、紅玉ってね、今回のレシピって加熱してしっかり煮込んでいくんですけど、その煮込んだ時にもりんごが煮崩れしにくいのが特徴なのと、あとりんご独特の酸味があるので、今回結構甘めに煮込んでいくんですけど、その甘めに煮込んだ時に甘いんですけどりんご独特の酸味があって美味しくできるものになります。ただ紅玉なかったらね、普通のりんごでも OK です。で、あとバターは半分の量だけ小さく切ってあげてください。で、鍋にグラニュー糖とお水を入れて、中火にかけて、で飴色になるまで加熱してあげて、飴色になったらバターを入れて手早く混ぜてあげてください。で、ここにりんごを全部ね入れてあげて、で山盛りになるんですけど、そこのね山盛りの上に残りのグラニュー糖と、あと小さく切ったバターをのせて蓋をして20分煮込んであげてください。これ弱火ね、弱火で煮込んであげて、で煮込んだら軽く混ぜてあげて、でここにクッキングシートとかでね落とし蓋にしてさらに 20分煮込んであげてください。でこれでさっと混ぜてあげて、でりんごは一旦 OK で、あとは型にね引くクッキングシートは、適当にねちょうど良いサイズに切り取ってあげてください。はい。でここに型にねクッキングシートを引いてあげて、でここにりんごを入れていきます。でりんごはねしっかり空気とかが入らないようにギュッとねしっかり入れてあげて、でここに冷やしておいた冷凍パイシートをちょっと大きめなんですけど綺麗にのせてあげて、であとは予熱しておいたオーブン、180度のオーブンで45分焼いてあげてください。で焼き上がったら、常温でね粗熱が取れるまで冷ましてあげるんですけど、ちょっとね底が取れるタイプだとちょっとベタベタしやすいので、下にアルミホイルとかを引いてあげて、で常温で冷ましてあげて、であと常温で冷めたら冷蔵庫で8時間ぐらい、これね8時間ぐらい冷やしてあげるとりんごとねカラメルがなじみやすいのと、あと切った時に綺麗に切れます。はい、いいですね。で、これで型から取り出してあげて、あとは食べやすい大きさに切ってあげてください。これこのまま食べてもいいんですけど、ちなみに生クリームとかアイスクリームをのせてあげるとより美味しくなります。はい、いいですね。では完成です。できました。では味見していきます。ではいただきます。これはすごく美味しいです。りんごを炒めるじゃないですか。そのねカラメルの香ばしさがすごく美味しいパイになっております。これはね秋の訪れを感じるデザートですね。結構りんごを焦がす時はまあ焦がしめにしてあげると大人のコク深い美味しさが出てくるのでおすすめです。是非作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ごはんの公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスちらし寿司弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。これはね本当にねコク深い味わいで美味しいですよ。ちなみにこれねコーヒーと絶対合うと思うんですけど、今日ちょっとこちらの熱くもなく冷たくもなくぬるめのコーヒーをご用意しておりますホットコーヒーが合うかな